アルキメデスの有利か分かったぞの瞬間を皆さんは多分こう考えるでしょう後日、そこにはこんな背景があったと分かりました紀元前3世紀、シチリアの都市シラクサの王ヒエロンは前例のない規模の建造プロジェクトの監督にアルキメデスを選びましたヒエロンは古代の標準的な軍艦の50倍の大きさの帆船を発注し都市にちなんでシラクシア号と命名しました ピエロンは歴史上最大の船を建造しエジプトの統治者プトレマイオスへのプレゼントとして送る予定でしたしかし宮殿のような大きさの船は浮くことができるのでしょうかアルキメデスの時代にこんなことを試みた者はいなかったのです山は飛べるのかと尋ねるようなものです ヒエロン王の願いはこの問題の解決にかかっていましたシラクシア号の建設には何百人もの労働者が何年も働く必要がありエトナさんからの松やモミの木で作る潜伏スペインで育つ朝のロープ、フランスのピッチなども必要ですトップデッキは8つのモノミヤグラが立ち柱ではなく肩に地球を担ぐ巨大な木製のアトラス像で支えられる予定でした 選手には80キロの石を射出できる巨大な投石機乗客を楽しませるために船は花が並んだ散歩道屋根付きのスイミングプール温水の浴場書物や像で満たされた図書館女神アフロディーテの神殿体育館が含まれる予定でした。アルキメデスを悩ませたのは ヒエロンは、船を貨物で満載に使用したのです。400トンの穀物、1万本の塩漬けの魚の瓶、74トンの飲料水、600トンの羊毛です。600名の兵隊を含む、1000名を超える人を運ぶ予定でした。馬房では20頭の馬を飼うようです。この規模のものを立てて、処女航海だけで沈んだらどうなるでしょう。 その失敗はアルキメデスにとって好ましい結果とは言えないでしょう。彼が引き受けた問題とは沈むのか。おそらく彼はある日浴場に座り重いバスタブが浮く理由を考えているとひらめきが訪れたのです。液体中に部分的に浸された物体は物体が押しのけた液体と同じ重さの力により浮き上がるのです。言い換えれば2000トンのシラクシア号が2000トンの水を押しのけるならば ギリギリで浮かび4,000トンの水を押しのけるのなら問題なく浮かぶでしょうもちろん1,000トンの水を押しのけるだけならキエロン王はあまり喜ばないでしょうこれが浮力の法則です技術者はこれをアルキメデスの原理と呼びますなぜ鉄製のスーパータンカーが火の手漕ぎボートやバスタブと同様に浮かぶのかを説明してくれます。 船のキールが下に押しのける水の重さが船自体の重量と同じであれば船底より上に何があっても水面上に浮かんだままでいられます。これはアルキメデスと浴槽に関係した別の逸話によく似ていて同じ話である可能性もあるため歴史の気まぐれで誤解されたのです。アルキメデスが「有利か」と叫び通りを走り抜けた古典的な話は王冠ラテン語で「コロナ」シラクシア号の話の本質は「キール」。 ギリシャ語のコロネです二つの話が混同されていませんか私たちは知る余地もありませんシラクシア号が最初で唯一の航海を終えてエジプトに着いた日アレキサンドリアの住民は堂々と浮かぶ宮殿の到着に驚き港に群がったことでしょうこの常識外の船は古代のタイタニック号と言えますが